どうも、森三中の大島です。今日はですね、私がやりたいことがありまして、それはですね、こちらです。鍋の焦げを取りたい。あ、これ焦げなんですね。そうなんです。味噌汁を旦那が焦がしてしまいまして、あら、沸かしてるの忘れちゃったみたいで。でもここまで行くと結構諦めるしかないっていうか、その難しくないですか。結構ね、そうそうそう。あ、でちょっと待って、意外にパリパリいくかも、ここは。へえ。ちょっとこれやってみようかな。もっとすごかったんだから。だからこれ一回こすっても落ちなかったら汚れってことですか。そう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 。今回使うのが重曹アルカリ性スキクエン酸の中でも、調べましたらこちら重曹がいいということで。へえ。焦げの落としには重曹がいいと。そうみたいです。鍋の焦げ付きに重曹をたっぷり振りかけた鍋に水を数カップ加え、しばらく煮た後、数時間放置すると焦げ付きが浮き上がってきますと。へえ。ちょっとやってみましょう、これ。これも焼きたい。Fも来てよ。Fじゃあ、はい、これを重曹をこの中入れてください。はい。どのぐらいなんだろうね。結構入れちゃっていいかも。じゃあ3回。3回。オッケー。1個入れていいよ。はい、3回最後。ちゃんと削ってね、固まっちゃってるみたい。おい、じゃいいじゃん。固まってるやつに入れちゃおう。オッケー。水を入れてください。はい。俺のコップでいい。俺のコップでいい。俺のコップそこにあるよ。はい。結構入れると。はい、入れてよ。水を数カップ。いいよ。そんなもんでいいか。はい、ありがとう。そしたらここに乗せてください。はい。オッケー。真ん中に乗せんだよ。いくよ、いくよ。危ないよ。じゃあこれをギュッと押して。ギュッ。オッケー。これで煮てみましょう。うん。オッケー。どうなるかな、あの焦げはどうなるかな。いや、これ何？それ辛いやつ。じゃあ、ひと口いただきます。どうぞ。どうぞ。ちょっと YouTube っぽいことしようとしてんだね。やだ。あ、もうなんかぷくぷくいってる。あ、はいはいはい。わ、すごい。もうぷくぷくいってるよ。本当？落ちると思う？あ、そう。寝巻きでさ、二人とも。ほら。何すんの？え、だってこんな動いて。乗ってどうすんの？乗っていいよ。じゃあどうすんの、乗って。乗ってみなよ。まあ、乗ってどうすんの？それを教えてよ。その理由があるんだったら乗らせてあげて。ここ立ちたいから。立ってどうすんの？立ってあそこに届くか試してみるの。そんなのやめてください。やだ。今こんな感じです。あ、すごい似立ってます ね。あ、でもちょっと黒いのがなんか浮いてきた感じもするかな。こんなもんで放置してみようか。一回煮立たせて放置放置します。放置って何？放置って置いとくんで、このまま。見て。やめてよ、ダメだ。持ち上げないでよ。よし。ちょっと放置しておきましょうか。はい、ということで30分経ちました。中はどうなってるのでしょうか。鍋の中見てみましょう。オープン。ほう。あ、さっきよりはなんか。うん、なんか綺麗になってる気がするけど。浮き出てるというか。うん。ちょっと洗ってみます。めっちゃザラザラしてるけど、なんだろうこれ。浮き出てきた。浮き出てきてんのかな。あー、でもあれ？ちょっと待って。頼む、綺麗になっててくれ。いけんのかな。あ、もしかして何度もやってるからね、多分旦那が相当こびりついてんじゃないかな。あ、だって取れないもん、これは。でもさっきよりは取れてるね、ほら。あ、そうですね、さっきよりは、うん、
ったら黒いのが減りましたね。そうだよね。もう一回ぐらいやったらいけんのかね。いやでも違うな、これはもう無理やり行くしかねえんだな、これ。でも擦って取れるってすごくないですか、その今まで何しても取れなかったわけだから。確かに、だって結構なこぶりつきだったから、なんか少なくなってきたかもしれない。これ結婚祝いにもらったのかな、2002年。星野さんって結構長年愛用してるものって結構多いじゃないですか。自分で使ってて一番古いものって何なんですか、そのキッチン用品で言うならば。やっぱ結構この鍋かもしれない。だって2002年からだよ。だってこれすごいでしょ。そうですね、20年ものの鍋ってすごいですね。だから年季入ってるでしょ。そうですね。あ、でも見て、綺麗になってきたよ。だいぶ落ちましたね。頑張ってみた。重曹で浮き上がってきたんですか、それともその大島さんがこう。私が力ずくでやってる。力づくでもう落ちなかったものが重曹でちょっとこう力づくで、確かに下からなんか浮き上がってきてるのかもね。あ、もう鍋の正解って何なんですかね、その鍋のこびりつきの落とし方というか。でも結構重曹のことが書いてあるよね。あ、そのちょっと自分で調べてみたら、そうそうそう、何度も何度もやるって書いてあった。へえ。あ、でもこんなもんかな。もうだってほらスポンジもこんなになっちゃったよ、力づくでやってるから。あ、でもペロペロになっちゃった。真っ黒ですね。ね、できました。あ、綺麗になりましたね。だいぶあの黒いのは取れたね。黒く硬そうだったやつは取れましたね。ね、あーよかった。味噌汁違うので作ってたから、今これがダメだったからやっと作れるよ。これでいいでしょう。あー、すっきりしました。すいませんね、日常を取ってもらって。よかったです、やりたいことやらせてもらってます。だから鍋かけた時はもう本当にこれですね。もうこれ忘れずにこれをやって、タイマーセットして沸騰させずに、真っ黒になったんで、もうこれをちゃんと使おうと思います。10年後もまたこれを使えるようにちょっと丁寧に使って。ママが死んでるようになっちゃう。 え怖いこと言うね。死んだらだっていなくなるよ、影も形もなくなるよ。え、何？え、影も形もなくなるよ、死んだら。死んだら、うん、もう動かないよ。え、知らなかった。死んだらどうする、ママが。F だ。 F が死んだらどうしよう、泣いちゃう。ということで、ちょっと悲しい話題で終わってしまいましたが、ありがとうございました。また見てください。また見てね。ありがとう。バイバイ。またゲーム見せるよ。ありがとう。